な、こんにちは。はてなくんだよ。犬っていつもくんくん匂いを嗅いでいるよね。犬の鼻ってすごくいいんだ。警察にも警察犬として犬がいるよね。足跡や現場に落ちているものの匂いをたどって犯人を探し突き止めたりするよ。また空港には麻薬という危険な薬を持っていないか匂いを嗅いで確かめたりする犬もいる。他にも高級なトリュフっていうキノコを土の中から探し出したりする犬もいるし、おしっこなどからがんになっていないか匂いでいち早く発見したりする犬もいる。犬ってどれくらい匂いがわかるんだろうね。人の何倍ぐらい鼻がいいんだろう。犬の鼻は人間の数万倍から時には数百万倍以上も良かったりする。いろんな匂いを嗅ぎ分けることができるんだ。500ミリリットルのペットボトルのジュースを学校の25メートルプールに入れたら、もうジュースの匂いなんて僕たちにはわからないよね。でもそんなこと犬にとっては朝飯前、十分に嗅ぎ取ることができるんだ。そういえば犬の鼻っていつも湿っているよね。なんでだと思う？それはね、乾いているよりも湿っている方が感覚が敏感になるから。人の鼻の中だってちょっと湿っているでしょ？それにしても犬って本当に鼻がいいんだね。びっくりだね。犬の祖先は狼。犬の鼻の良さは狼から受け継いだんだって。狼は匂いで餌を探すからね。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。